ガルニャーノは、イタリア共和国ロンバルディア州ブレシア県にある、人口、約2900人の基礎自治体、ガルダコ畔に位置する。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ブレシア県外略図ブレシア県北東部、ガルダコ畔のコムーネ。サロから北東へ15キロメートル、ガルダコ南西端のデゼンツァーノデルガルダから、 北北東へ 26km、ガルダ湖北端のリーバデルガルダから、南南西へ 26km、ケントブレシアから東北東へ 39km、ベローナから北西へ 38km、州都ミラノの東北東 118km に位置する。コムーネは、アルトガルダブレシアの州立公園に含まれる。1962年にトスコラーの川をせき止めて、作られた。 バルベスティの子を含む、ベローナ県のコムーネはガルダコ対岸にあたる。この町は937年の文献にガーニアーノとして現れる。この地名はおそらくラテン語の人名、グリニアスから派生したものである。ティトゥス・リウィウスの記録や墓悲鳴から、この地にはエトルリア人、ケルト人、ケノマニ人、ローマ人が暮らしていたことがわかる。ガルニアーノを含む、 サロを中心とするマグニフィカパトリアの一帯は1350年から1426年にかけてビスコンティ家の所領となりその後ベネツィア共和国の支配下に置かれているフランス革命戦争からイタリア統一まで1797年にベネツィア共和国が消滅するとナポレオンの作った姉妹共和国の一つブレシア共和国の領土となったブレシア共和国は その後、チザルピーナ共和国、イタリア共和国、イタリア王国と変遷する。ナポレオン没落後は、ロンバルド・ベネト王国の領土となり、ハプスブルク家による支配を受けた。1859年に、第二次イタリア独立戦争によって、サルデーニャ王国に編入された。イタリア統一イン近代、ミラノを拠点に財閥を形成した、フェルドリネ・リケは、ガルニャーノにルーツを持つ。 19世紀末、フェルトリネッリ家の別荘として、ガルダ湖畔にビッラフェルトリネッリが建設された。第二次世界大戦後期のイタリア社会共和国の時期、ビッラフェルトリネッリには、ベニート・ムッソリーニが滞在した。ガルニアーノには、以下の分離集落がある。その他、以下の集落がある。人口推移ビッラフェルトリネッリ、パラッツォ・フェルトリネッリ、あるいはビッラフェルトリネッリは、 ガルニアーノにルーツを持つ符号、フェルトリネ・リケによって1898年から1899年にかけて建設された邸宅である。第二次世界大戦後期にはベニート・ムッソリーニが滞在した。この建物はミラノ大学に寄贈されており、下記はミラノ大学のイタリア語学文化研究センターとして、3月から10月には大学の会議施設として利用されている。 大学で利用しない時期には、ホテルとして営業している。ミラノの富豪、フェルトリネッリ家は、カルニアノをルーツに持つ。フェルトネッリ家は、材木交益から出発し、イタリアの統一及び、資本主義の成長と共に財閥を形成した。第二次世界大戦後の1952年、当主ジャンジャコム・フェルトリネッリは、フェルトリネッリ出版を創業している。したものは、 翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。